カ野薬師シラジャンクションは、鹿児島県鹿野ヤシク町細山田にある東、九州自動車道及び大隅立艦道のジャンクションである。2014年12月21日に、東九州自動車道のカジキジャンクション方面と大隅立艦道が共用開始。2013年9月以前の歌唱は、カ野薬師シインターチェンジであった。 計画当初の旧鹿野市と串良町の境付近に位置しているため、鹿野市街からは離れた位置にある。鹿野屋串良 JCT から鹿野市街、近江町、肝付町方面へは大隅重貫道で連絡をしている。鹿野屋串良 JCT 自体には一般道との出入り口がないため、車両の乗り入れには大隅重貫道の細山田、インターチェンジ、東原 IC、 傘の原 IC を利用する形になる。また、東九州自動車道の清武 JCT、末吉宝部インターチェンジ間が新直轄方式による建設となるため、鹿野やくら JCT を含めた該当区間は通行料金が無料となる。鹿野やくら JCT 及び大隅立館道の開通までは、都の城 IC と国部インターチェンジが、鹿野谷市からの最寄りインターチェンジであった。 ただし、鹿屋市役所では、宮崎市などが、目的地の場合は、末吉宝部インターチェンジから国道10号経由で、都の城 IC へ乗り継ぐルートを案内している。なお、東ジャンクションの井戸、北緯31度27分02秒は、本州、四国、九州にまたがる高速道路網の薩摩川の東面の、南端、谷山インターチェンジの北緯31度31分より、 南であり、高速自動車国道の施設としては最南端に位置する。建設中のカノヤクシラ JCT と大墨み立て関東を接続する A ランプ橋、右下は主要地方道田角間、クシラ線。ありがとうございます。